チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷ことひめチャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナーがやってまいりました。はい、今夜のお客様はクラシックギタリストの山下俊介さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。去年お越しいただいたんでしたっけ。はい、あれからなんかまだコロナが収まりませんけどね。え、そうですね。まあまた戦争も始まってそうですね、なんかもうね、めちゃくちゃなことになってますけども、まあまあ、やることは変わらず前向きに、まあ、とりあえず毎日生きてます。そうですか。はいはい、先日ね、渋谷の JG ブラッドでライブなさったんですね。はい、38歳になりまして、3月8日誕生日なんですけども、天才しか生まれないらしくてですね。そうですか。はい、ミスターチルデンの桜井さん、アインシュタインさん、そして高木ブーさん、もう天才しか生まれないんじゃないかなと思ってます。3月8日ですね。はい、そして山下俊介ということで、はい、ありがとうございます。天才はい、でお客様はどうでした。まあ、やっぱりキャンセルもあったんですけども、もう毎年恒例になってきましたが、まあ、けど、まあ、たくさん入っていただきまして、はい、もう僕の中では満足です。はい、でやっぱりね、ライブでこうバーッとね弾かないと、ね、そうですね、うん、はい、なんかイライラしますでしょ。なんかこう、この1年、まあ、JG ブラッドでやるのが渋谷の方の、1年に1回に今なっていて、でその誕生日の日にやる、まあ、誕生日の月にやるっていうのが恒例になってるんですけど、もうそれが1年回るまでがなんかその自分のオリジナル曲で最近バンドでやってるんですよ。後ろにバックにピアノ、ベース、パーカッション従えてやってるんですけども、それをやる機会が1年に1回しかないんですよ。もったいないですよね。いや、だから久々に遊びてすごく楽しかったです。はい、なんかこうね、今バンドで動くのがとても、まあ、お金的に大変で、やっぱり、はい、ね、メンバーにもお金払ってあげたいので、だからそれがね、なかなかできないんですけども、はい、なので1年に1回のご褒美みたいな感じで楽しかったです。そうですか。はい、せっかく練習するんだから1回だけのライブじゃなくて ね、何回もやりたいですからね。そうですね、本当、まあ、今年はアルバムを出すちょっと予定で、また後でお話したいんですけども、まあ、この2年間3年間かもうアルバム出していないので、まあ、ちょっと今年はそういう風に制作も含めてやっていきたいなと思ってます。いいですね、元気ですね。はい、ねえ、じゃあコロナにもね左右されないで。そうですね、山下俊介ギターは全身ですね。はい、そうですね、もうなんかもう皆さん飽きたんじゃないですかね、コロナもね。なんかこうもうやることずっと変わってないじゃないですか。そうですね、何も変わんないですよね。手洗いうがい、ちゃんとやっていこうと、もうなったらあとはしょうがないというのが今のフェーズだと思うので、まあまあ、だからそこは気をつけるとこ気をつけて、生きていくしかないですよね。なのでもう全然迷いはないなという感じです。3年目にして、はいはい、で以前もちょっとお伺いしたと思うんですけど、はい、なんでクラシックギタリストさんに。あ、そうですよね。まあ、僕はその高校1年生までサッカーをやってました。で、はい、勉強もできんしサッカーも上手じゃないし、なんかいいことないかなと思って、でずっと歌が好きで歌手になりたかったんですけども、でたまたまその高校で、元プロの、ギタリストの先生が高校の教師をやってまして、でその先生の演奏をたまたま高校1年生の時に学校で聞いたんですね。
そしたらもうちょっとこう鳥肌立って、でなんか、まあ、ギターもちょこっとそのフォークギター弾き語りでやってたので、うん、ちょっとサッカーをやめて、新しいことチャレンジしてみようかなと思って入って、そこでもう先生に初めて褒められたんですよ、部活に入って1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、でその時にこうやる気スイッチをこう押してもらって、そこからどんどんこう人間が変わっていきました。ポジティブになったし、諦めないこととか、自分で勝っていくこととかをどんどんこう覚えていくんですよね。それで人生が大きく変わりましたね。自分の居場所っていうか道を見つけたんですね、なので最初からこうクラシック音楽っていうことを何か好きになってやったというよりは自分のスイッチを押してもらったっていうことがクラシックギターを弾くきっかけになったっていう感じです。さっきおっしゃってましたけど弾き語ってたってどんな歌を歌ってたんですか？あ、歌はいやもうあの当時 J-POP は本当ねあのミリオンセラーばかり言ってたので、まあ、当時流行ってた歌は全部まあ基本的になんかこうコードを鳴らしながら歌ってましたね、そうですか、はい、もうオールジャンル歌ってました。これからもう歌歌わないんですか？いやー歌いたいですよね、あるじゃないですかまあまあカラオケで上手なぐらいなんで、まあやっぱプロの演奏家と一緒にやるじゃないですか、あの一番だから衝撃的だったのがあの前田さん、あの、チューブの前田さん、チューブさんのコンサートでちょっと演奏させてもらったことがあって、あそうなんですね、もうその時に、僕はもう歌手やめた方が諦めた方がいいなって思っちゃった。まあ、ただその自分の、ね、コンサートで自分のファンのとこだけで、その自分の趣味ではないですけど、あのやることぐらいはいいのかなと思ってますので、まあ、ちょっとそれはそれで挑戦したいなと。ちょっと歌も聞いてみたいかなとね。あそうですか、上手ですよいやどんな歌歌うのか本当聞きたいですよ ね、 あの声はあの福山さんとかですね、そうですか、あのその辺行きますね。福山さん歌ったらもうみんなびっくりしますね、はい、本人がいるんじゃないかなって言われます。そうなんだ、はい、モノマネぐらいです、はい、いやでもせっかくだから歌ったらいいと思います。あ本当ですか、じゃあちょっと小留さんプロデュースしてもらっていいですかねお願いします。いや分かんないですよ、ヒットしたらどうします。いや分かりますよ、ね、いやけど多分僕ね歌えないです。なんでもう口パクじゃないと多分無理です上がっちゃう本番歌えないですね多分ね。なんかやっぱすごいなって改めて思います、歌手の方。ボーカリスト、はい、まああのギターは熱があってもね、ちゃんと練習してれば弾けますけど、そうそうそう、僕ね喉が弱いんですよ。あよく風邪ひくて弾いたり、鼻水が出たり、それでもギターそうおっしゃる通り弾けるんですけど、まあご迷惑かけますけどね、なんか咳したりとか、けど歌の人絶対アウトじゃないですか。そうですそうです、だからそこが全然違いますね。そうですね、だから体が楽器な人とはやっぱちょっと違いますよ。喉も鍛えて歌も歌った方がいいと思いますよ。そうですねもう分かりますよ、鍛えましょうか鍛えてくださいで、はい、冗談はちょっとこれくらいにして、いや今日は何かあの生演奏してくださったってことで、そうなんです。なんか今日のこの、まあ、世界情勢も見ながら自分が今思うことがちょっと多々ありまして、で、まあ、自分も子供がいるので、まあ、本当に未来どうなるのかなっていうの、まあ、毎日、少なからず考える時間があって、まあ、ちょっとそういう思いを込めて、今回この曲を演奏したいなと思います、はい、じゃあのそれではね今夜なんかすごいねお高そうなギター持ってきてくださったんですけどね、スペシャルなギターを持ってきました、早速演奏していただきましょう。楽曲はねどうぞ楽曲紹介を、はい、今回はビートルズの、イエスタデーをお届けいたします。アレンジャーは、渡辺由紀子さんです。
がとうございます。素晴らしかったですね。ちょっとなんかあの息ができないから本当にもう息が止まっちゃう感じでしたね。はい、いやあの実は今年アルバムを出すのはビートルズのカバーアルバムを出すんですよ。はい、で今日が3月の何日でしたっけ、14日ホワイトデーの日に今収録させてもらってますけども、実は明日録音するんです。2曲録音するんですけども、今年の秋に、ビートルズのアルバムまたぜひあの琴姫チャンネルに、出させていただけるとたくさんお越しください、はいはい、たくさん流していただけると嬉しいです。で、まあ、その中からまず2曲、イエスタデーとアクロス・ザ・ユニバースという2曲を、今回録音して、プロモーションビデオを作り、まあ、クラウドファンディングも行いたいなとも思っておりますので、ぜひ皆様、山下俊介を調べていただけて、SNS を登録していただけると情報流れていきますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、あの今回このイエスタデー選んでこの渡辺一子さんとのアレンジでお話ししたのはやっぱりこう記憶にあるビートルズ、そして今思うビートルズで、まあ、あのジョン・レノンさんとか、まあ、反戦のこう、ね、イメージがとてもあると思うんですけども、なんかこうアレンジの中にこうちょっと苦みであったりというか怒りであったりとか、うん、辛さであったりとか、今回ちょっとそういったものもあのこうアレンジの中に入れていただきまして、イエスタデーの中であのこう表現させていただいておりますので、まあ、そういうふうに感じていただけたらいいなと思います、ね。はい、あのアルバム明日ね収録の前にねここで演奏していただきましたけど、はい、苦しそうに弾いてましたね。そうですポンポンポンってやってたじゃないですか、ね、でその弾いてる手のこう指先が綺麗なんですよね。ありがとうございます。爪が光ってましたよね。よくだから女性の方はよく手を見てくださいますね。もっと顔見てほしいんですけど、あの手がなんか光って、っそれ何かこう特別あのいやいや顔も見てましたけど、いやいやいやあのお手入れなさってるんですか。爪で弾いてるんですね右手は、あのクラシックギタリストはなの で、ね、爪は磨いてますですよね、はい、光ってましたもん。なんかオイル塗ったりはしてません。はい、なんかそうなんですよ。いや、 あのやっぱりあのアートの力かなんか爪がなんかきらめいて見えましたけど。あ、本当ですか。オーラが出てるかもしれないですか。オーラ出てますね確かに。でやっぱりね琴姫からね、はい、あのこう見た感じだったらちょっとこう歌った方がいいですよ。あ、そうですか。 Yesterday All my troubles seem so far away ぐらい歌った方がいいですよ。コラボしましょう、それで歌ってあ、僕がですか。一節でもいいじゃないですか。あ、このアレンジ本当たくさん世界の中にこういうあのビートルズのある、カバーアルバムってあると思うんですけども、多分こういう表現はなかなかないんじゃないかなと、思ってまして、今回のそのアルバムのアレンジャーは現代の、作曲家、日本人の作曲家でもう超スペシャリストばかり集めたアレンジャーを今回集めるので、まあ、その辺がまあ他にもまずない、アルバムになるかなとも思いますし、まあ、本当ギターの魅力、まあ、そして山下俊介の魅力を引っ張ってくれるアレンジになると思うので、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。うん、はい、山下さんと面白いねあ、そうですか。こうやって喋ってたら、はい、超なんかこう柔らかくて、あの楽しいじゃないですか。ありがとうございます、はい、それで演奏はさ、どっちかって言ったら怖いのよ。あ、なるほど、うん、厳しいのよ。あ、今日はね、この、この曲はすごい厳しいと思います、もうあの笑顔で弾く曲もあるんですけど、この曲は笑顔じゃちょっと弾けないというか、なんかこう皆さん、あの僕の中でのビートルズがその親父からなんですよね、ビートルズって、世代によっては、ね、もちろんあると思うんですけど、はいはい、初めて聞いたビートルズの音は親父からで、でそこからなんか教科書と CM 曲とかで聞いて、でやっと自分がこう弾くようになって、なんかどんどんこうビートルズを好きになって今言ってるんですけど、琴姫さんにとってのビートルズって どんなイメージですか。いや、琴姫はのリアルタイムですのでね、キャーキャー言ってましたからね。ああ若く見えるでしょ、長く生きてるのよ私けどそのとても前衛的な楽曲も多いじゃないですか。そうですね、そういう時ってやっぱり弾くんですか、それともよりなんかすげえなって。いや、琴姫はやっぱりあの楽しくてセクシーなのが好きだから、あの難しいのやってる時はね他の人の聞きますね。あ、なるほどねそういうことか、そういうことか、なるほどなるほど。そういう意味ではあのローリングストーンズとかそっちの方に。そうですね、あとあの頃ビッグバンドすごかったから、シカゴとかね、サンタナとかも聞いて、聞いてましたし、ね、あ、いいですね、なのででもビートルズはやっぱりその
メロディーがいいですね。そうですね、時代を超えて残るというか、今回あのゲットバックっていうあの新しい映画を見たんですけど、はい、ビートルズってこんなに仲良かったんだとか、なんかそのこんなふざけて曲作ってるんだとかなんか本当なんか人間味が溢れていて、とても近くに感じたんですよ。そうなんですね、なんか昔はもっとこう神様みたいな、うん、確かにあのね、うん、でなんかよくジョン・レノンの詩は哲学的だとかってよく言われるんですけど、すんげえ適当に作ってるんだもんねあ、なるほど。だからみんな勝手にファンの方たちが、多分ジョンはこう思ってんじゃないか、ビートルズはマッカートニーこう思ってるんじゃないか、みんながこう想像がどん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 こういってるだなっていうのも改めて思ったし、まあけどそれぐらいあの想像させている彼らの楽曲っていうのはすごいなと思いますね。そうですよね、うん、ビートルズのお話で盛り上がってね、もっとお話ししたいんですけどね、はい、4月の16日に稲穂ライブって、はい、これはどうなんですか？これはですね、あの昨年ちょっとクラブハウスで出会った、男性、ボーカルとですね、あの去年、組んだばっかりなんですけども、稲穂という、まあ、神戸を垂れるっていつでも、もう俺はおっさんやけど神戸垂れよなっていう意味で稲穂ってデュオ名にしましたで、はい、であのそのライブが、今度渋谷の公園通りクラシックスで4月の16日に、はい、お昼の2時からあります、お子様無料です、なのでぜひあのご家族で来られる方はあの大歓迎ですし、よろしくお願いいたします、はい、チケットは山下俊介の SNS の方を見ていただけると、山下俊介で検索ぜひしていただけると嬉しいです、はいはいはい、そうでございます。じゃあ今年は、ね、アルバムも出されてね、はい、ライブもたくさん出されて、ね、今年はやっちゃいます、はい、頑張ってください。はい、じゃあまた近々ね、よろしくお願いします。お越しいただけたらと思います、はい、それではあのもうお別れの時間が来ちゃったんで、寂しいですね、はい、アルバムから1曲、ね、お届けしたいと思うんですけど、はい、2019年の頭に出したアルバムです、シングルモルト山下ナンバーワンよりトロイメライお届けしたいと思います、はい、今夜はどうもありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。ふっくら琴姫チャンネル。